李登輝元総統が生前力を注ぎ育成した台湾和牛原稿牛は今年年末に和牛登録審査を受ける予定です李登輝元総統は台湾の畜産業に長く関心を持っていました2015年日本の石垣島を訪問した後、 李登輝元総統は台湾和牛の飼育を目指すことを決めました李元総統は花蓮県にある農場を借りて陽明山で飼育された田馬牛を他の品種の牛と交配させ2017年に最初の台湾和牛を育てました聖火玄光灸から玄光牛と名付けました玄光牛は今年年年末1代目が和牛登録審査を受ける予定です 肉質が和牛の基準を満たした場合、原稿牛は台湾発の高級牛肉の品種となります。台湾の畜産業に大きな貢献をもたらすとみられています。